これでドッキング完了。カンブリア紀 534？ あれはデータの海に永遠に残るのかと思ってたよ。それにしても夢追い人が持ってた火星の装置をこんな風に移植できるなんて。まずこれはカンブリア紀534じゃなくてカンブリア紀535。それとあくまでドッキングで移植じゃない。両方でアナログ信号を共有してるだけ。へー、よくわからないけどこの機械の視点は素晴らしいね。当時もしこの方法で風水を見られたら一件落着したらこれをどう飛ばすのかうちにも教えて。また来たね。違う、これはこれって私の影から生まれた化け物。そうだ、何しろ身にまとわりついている罹患の術相によってあなたとドニグルはつながっているのだから。ただ妙なことに残された痕跡だけでもこれほどの異変が生まれている。かつてのドニグルはそれほど強くなかったはずだが、クギ、あれと関わりがあるのだろう。うちはいろんなところを回ってたくさん見聞を広めてきたけど、やっぱり一番居心地いい場所はここだね。鼻で笑われようとこれだけは譲れない。金の巣も銀の巣も我が犬小屋。笑、もしかしたら犬小屋。おかしい、ここに来てから痕跡を検出できなくなった。おそらく回収が原因だと思う。確かにあり得るね。測定対象の平均濃度が高くなるとシステムの識位値も自動的に上昇する。そうなると識別できてた対象の痕跡も察知できなくなる。ここはちょうど影があちこちに存在する。つまり一滴の水を追ってたところである池に落ちちゃったみたいなもの。厄介だね。ここは一旦飛ばしておいて町の他の出口まで移動して試してみる。いやいや、そんな面倒なことをしなくても大丈夫だよ。ここはうちが解決するから、みんなはここで見てて。琥珀街はうちの縄張りって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、長年ここで生計を立ててきたんだから、ちょっとぐらいならみんなは協力してくれる。普段は街での出来事となればすぐさまうちの耳に入るんだ。本当何しろ四方を遊歴するには良いご縁をいっぱい結ばないとね。とにかくまずはみんなを連れて聞いて回ってくる。もし何も聞き出せなかったらその時はその時でヘリアの提案通りにしよう。リトおじさんの影も言ってたじゃない、夢追い人はしばらくの間大丈夫だって。うん、それにしても琥珀街って本当に不思議なところだよね。初めて来た時は二人がいなくて、次に来た時は犬がいないなんて、これって何かの呪いなのかな。ここはやっぱり早く行こう。このままぼーっと立ってたら誰かがいなくなるかもしれない。幸い彼女は命がなくなると言っていない。みんなの壺って結構変わってるね。いや、私は壺なんて持ってない。あ
みんな、ついてきて。そう気にしなくても大丈夫だから。